あの日は外がざんざん降りの雨で、今日仕事が休みでよかったなと思いながら家でくつろいでいました。平日でしたが、シフト制で働いている私はちょうど休みの日で、昼まではゴロゴロと取りだめていたドラマを見尽くし、昼からはレンタルしてきた映画でも見ようかななんて考えていました。雨のせいで外出もできないし、そんなことしかやることがなかったのです。そんな時に玄関のチャイムが鳴りました。ピンポーンと軽快な音が鳴り響き、誰だろうと私はインターホンを見たのです。そこには郵便屋さんの格好をしたお兄さんが立っていて、何か届け物かと思い慌てて玄関の戸を開けたのでした。立っていたのは20代後半くらいに見える青白い顔の郵便屋さんでした。いつもならさっさとサインして郵便物をもらって終わりなのですが、その日はちょっと違いました。私が出ていくと、その郵便屋さんはサインを求めることなく私に封筒を突き出してきたのでした。突然無言で渡されて、何の封筒だかわからなくて、え、これなんですかと私は聞きました。人によってはとりあえずもらっておく人もいるのかもしれませんが、人より用心深かった私は不審なその封筒をすぐに受け取る気にならず、何なのか聞こうとしたのです。その封筒には宛先が書いておらず、私宛てのものかどうかもわかりませんでした。そしたら郵便屋さんは淡々とした話し方で、あなたにですと言いました。もう一度封筒をサクッと確認してみたけど、何も書いてない茶封筒なのです。どうして私宛てのものかどうかがわかるのかと不審で、それを問い詰めてみました。すると郵便屋さんは、あれ、こちらじゃなかったですかと聞きます。そして青白い顔を曇らせて、すみません、間違えましたと去っていったのです。何だったのかと思いながら部屋に戻ると、しばらくしてバイクが遠ざかる音が聞こえました。雨がさらに激しくなる音がし、こんな時に大変だななんて思いました。それから映画を見ながら過ごしていたら、救急車の音がして、突然あたりが騒がしくなったのです。なんだろうと思って外に出たら、隣に住んでいる人が救急車で運ばれていくのに遭遇してしまいました。奥さんらしき人がボロボロ泣きながら半狂乱になっていて、旦那さんらしき人が運ばれていくところでした。もう大騒動だったし、私もこういうことに初めて遭遇して驚きました。旦那さんはそれから帰らぬ人になったのです。救急車で運ばれていった時もそこまで悪いと思っていなかったです。まだ30代くらいの若い夫婦だったので、まさか命まで奪われるほどの急病とは思っていなくて、数日したら退院して帰ってくるとばかり思っていました。だけど隣人はそのまま亡くなってしまったのです。そしてここからが重要なのですが、その時に奥さんが言っていたことがあるのだそうです。それは手紙をもらったという話でした。これは私が直に聞いたわけではないので、本当かどうかの確証はありません。ただ奥さん本人に救急車で運ばれる前に変な手紙をもらったと聞いた人がいました。郵便さんが持ってきた手紙をもらったんだそうです。そしてそれを読んだ直後に旦那さんは倒れて意識を失ったらしいです。その手紙に何が書いてあったかまではわかりません。奥さんもきっとそれどころではなかったのでしょう。手紙を読んだのは旦那さんだけだったらしいです。そしてその手紙はいつの間にか部屋から消えていたと聞きました。旦那さんが亡くなってからはしばらく奥さんは家に帰らず実家に戻ったみたいでした。
そうしてそのまま部屋を出て行きました。だから奥さんに再び会うことはできなかった私はいろいろと確認したかったことも確認できずしまいでした。このため、その手紙が茶封筒で宛先がない。あの手紙と同じものだったかどうかまではきちんと知ることはできませんでした。でも、あのタイミングだったら、私の部屋を後にした郵便さんが、隣の家に封筒を持って訪ねていった可能性はあると思いました。そのくらいの時間はあったと思うのです。今から考えても、あの郵便屋さんはおかしなところがたくさんありました。いつもは明るく挨拶などをしてくれるのに、全然愛想がなく唐突に封筒を手渡そうとする強引さがありました。また特にサインを求めることもなく、封筒を手渡そうとしたところも変です。それなら普通ポストに投函しておけばいいだけなのです。それなのに、あの日わざわざチャイムを押して家に訪ねてきたのも変でした。あと個人的におかしいと思ったのは郵便屋さんに感情の起伏が見えなかったところです。あんなに雨が降っていたのにそのあたりには全く触れず顔色一つ変えずとても淡々としていました。そこもこれまでの郵便屋さんとはなんだか違う感じがしました。それからもう一つおかしかったのがその日郵便屋さんが2回来たことです。雨が上がってきて近くのコンビニに行こうとした時に私はポストに郵便物を投函している郵便屋さんに再び会ったのです。その人は顔色も悪くなければ感じよく挨拶もしてくれました。あ、これが本物だと思ったのでした。私がもし、あの宛先のない郵便物を素直に受け取っていたら、そして隣人さんと同じようにもしその中身をすぐに読んでいたら、もしかしたら救急車で運ばれていたのは、私だったかもしれないと思っています。そして、命を落としたのも、隣人ではなく、私だった可能性は十分にあると思うのです。あの手紙が私に間違えて送られてきたのか、はたまた私がもらうのを渋ったせいで隣人の方に渡ってしまったのかは最後まで迷宮入りになりました。だけど、どちらだったとしてもあれをもらっていたら、ただでは済まなかったと思います。実はあれから一度だけ、ポストに、茶封筒が入っていたことがありました。見た瞬間にやばいと思い、中身を見ずに、知人の家で焼却させてもらいました。あの手紙には一体何が書かれてあったのでしょう。すごく気になるけど、好奇心は猫を殺すと言いますし、やっぱり開けなくて正解だと思っています。それを加味してもやっぱり、あの茶封筒は私に送られるはずのものだった可能性は高いと思います。それからは一度も不審な茶封筒は見ていないので、今はなんとか見逃してもらえたのかなとほっとしています。大学時代の先輩から聞いた話です。一月前から非常階段の靴音がうるさくって、たまらないんだよ。先輩の部屋は10階建てマンションの6階の角部屋で、ちょうど目の前が非常階段なのです。夜中の2時から3時の間に、ハイヒールと思われる靴音が、カンカンカンと駆け上がってくるのです。それが1週間ぐらい続き、不眠気味になってしまったそうです。管理人さんに相談すると、わかりました。注意喚起の張り紙は出しておきますが、1週間ですか、と言いながら首をかしげるので、聞いてみると、他の居住者様からは、そういう苦情は出ていませんけどね、とのことでした。あれだけの大音量なのに、と先輩は不思議に思いました。掲示板やエレベーターに注意書きが掲示されましたが、靴音が止むことはありませんでした。3週間を過ぎ、業を煮やした先輩は、
直接注意してやろうと待ち構えました。午前2時過ぎ、金属を打ち付けるような靴音が駆け上がってきました。ドアを細めに開け、まずどんな相手かを確かめようとしました。カン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 、え、目の前を駆け上がっていったのです。靴音だけが、姿は全く見えなかったそうです。寝ぼけてなかったし、酒も飲んでなかったんだぜ。酒好きの先輩は苦笑しました。霊霊、私霊感持ちだろ、どうすりゃいいんだ。どうするって言われても、俺除霊とかできませんよ。私は霊感体質であることを人には言わないようにしているのですが、先輩にうっかり話してしまったことがありました。一月前から急にってのがちょっと気になりますけどね。そこだよな、なぜ一月前からなのか。もう2年住んでるのにさ、そのあたりから探っていけば何かわかるかもですけど、深入りしない方が触らぬ神にってやつか。その後、先輩は廊下側の部屋で寝ていたのを耳栓をしてバルコニー側の部屋で寝るようにしたそうです。それでなんとかしのいでるよと笑っていました。私が中学の時に母方の祖父が他界し、祖母はずっと一人暮らしをしていましたが、高齢となったので長男、私から見ればおじに引き取られることになり、住んでいた家を引き払うことになりました。最後だからと片付けも兼ねて親戚一同集まったのでした。いとこたちとも久しぶりに会い、よもやま話に花を咲かせたのですが、私より2歳上のいとこが、昔階段の途中にあった部屋っていつなくなったんだろうと言い出しました。幼い頃、階段の途中にある踊り場の壁に30、50センチくらいの戸棚のような引き戸があり、そこを抜けると8畳くらいの和室につながっていて、よく遊んだのを私も記憶していました。古いボードゲームやトランプが置いてあり、窓はすりガラスでしたが、いつも太陽の明かりが差し込んでいました。その入り口がいつも間にかなくなっていて、あの部屋潰しちゃったんだなと思っていたのですが、父母や他のおじやおばに聞いてもそんな部屋はなかったと言います。実際踊り場の壁には後から塞いだような形跡はありません。そんなところに部屋があれば、家の外から見たとき部屋の分だけ出っ張っていなければならないのですが、そんなこともありませんでした。だいたい子供だけしか通れないような出入り口から通じている部屋なんておかしな話です。そして不思議なのは、12人いるいとこのうち、その部屋はあったというものと、そんなもの見たことないというものに分かれたことです。部屋の記憶があったのは、私と妹と2歳上のいとこ、私と同い年のいとこ、3歳下のいとこだけでした。私と妹は霊感体質で、後の3人も勘が鋭かったり予知夢を見たりするそうです。私と妹には上に姉、霊感なしがいますが、全く記憶にないでした。後日、その時に来れなかった一番下のおじ、霊感ありが、その話を聞いて、昔そんな夢を見た気がすると言ったそうです。あれは似たような体質のものが共有していたイマジナリールームみたいなものだったのかなと懐かしく思い出します。私の彼の家のお風呂場には鏡がありません。というのも、少し遡ってのエピソードになるのですが、彼は子供の頃からうっすらとした霊感のようなものがあるようで、ケムクジャラのおまんじゅうのような生物が家の中を走っていたり、部活での帰り道に遠巻きに人混みが見えても友達には見えてないなど、干渉はないものの、不思議なものは見えるといった特殊体質のようでした。大人になってからも
昼間に横断歩道の向こうに黒いもやの塊が見え、青信号になってすれざまに襲いかかってきたと思ったら消えていた、などまずまず経験していたようです。社会人になり、ある時歩きながらモンスターをゲットしていくスマホアプリが流行った時期のことです。彼はそのシリーズが大好きなこともあり、見事度ハマり、通勤中や帰宅してからも歩き倒してバトルしてゲットしてを繰り返していました。夏くらいの時期だったので夜の散歩がちょうどよく、夜中の1時過ぎに家を出てプレイした時があったそうです。ちょっと特別なものをゲットできたようで、そこそこ大きい声でやったといったところ、どうしたんですかと後ろから男性の声がしたため、色違いがと言いながら振り向くと、そこには誰もいませんでした。聞き間違いにしてはかなりはっきり聞こえていたため、恐ろしくなってすぐ家に帰り、その日は眠ったようです。次の日は夜勤だったため、昼間に準備をし夕方に出勤、何事もなく仕事を終え帰宅、シャワーを浴びようとお風呂場に行ったところ、お風呂場の鏡が割れて粉々になって床に散らばっていました。不動産会社にすぐ連絡しみてもらうと、老朽化が原因ではないか、新たに取り付けることも可能とのこと。ちなみに鏡を支える金具の部分は特に壊れておらず、鏡だけが割れた状況みたいでした。結局なんだかもう怖くなってしまい、取り付けはしない方針にしたために、お風呂場には鏡がないようです。半年後に同棲する予定のため、うちの鏡は壊れないといいねと言いながらも、ちょっと今から不安です。